にちは、かけみです。昨日ちょっと見ていただいたんですけれども、リッツさんの期間限定商品、たらこ&クリームチーズの今日はこちらの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。リッツ、たらこ&クリームチーズ9枚入り。2枚で挟んで9枚入りなんで18個ですね、実質。それではしましたら、原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。小麦粉、植物油脂、チーズパウダー、乳などを主原料とする食品と、砂糖、バターミルクパウダー、ブドウ果糖と液糖、モルトエキス、食塩、たらこ、乳糖ですね、タンパク加水分解物、クリーミングチーズパウダー、モルトフラワー、植物油脂、酵母エキスパウダー、イースト、でんぷん、膨張剤、調味料、あとは香料とベジ麹色素に甘味料です。エネルギーは1パックあたり394キロカロリーです。こちらがリッツさんのたらこ&クリームチーズの中身です。見た目は昨日と同じなんですけれども、中はあれですよね、そのたらこ&クリームチーズがたっぷりという感じで、赤くつぶつぶに見えるのがたらこなんでしょうか。すいません、グダグダですね。すいません、ちょっとですね、ここ4日ほど禁酒やってまして、全然寝れてないんですよね。眠たいんですけれども、体はものすごい元気です。ただ急にテンション下がっちゃうんですよね、すいません。それではリッツさんのたらこ&クリームチーズ、お味の方をチェックしてみたいと思います。あ、これはあんまり美味しくない。まずくはないんですけれども、たらことリッツの、塩の味が両方ともこうぶつかって、両方ともその味が口の中で喧嘩してる感じで、どっちがどっちの味やねんっていう風になっちゃいますね。クリーミーチーズはそんなにこうなんかあんまり感じられないですね。クリーミーな感じはします。美味しいので言うたら、昨日見てもらったやつの方が美味しいですかね。これはまあもう一つなんかもうええわっていう感じになります。すいません。それでは簡単なんですが、指定させていただきたいと思います。